カンガスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカとモラソに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は26,121人。カスティリア語では、カングスデモーラソ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は94.43%。カンガスは、ポンテベドラ県の中西部、リアデビーゴトリアデポンテベドラの間のモラソ半島の、 突端に位置し、コマルカとモラソに属する。北は、ブエウ、東は、モアーヤに隣接、南は、リアデビーゴ、北は、リアデアルダン、西は、大西洋に面している。自治体中心地区は、カンガス教区のカンガス地区。カンガスは、カンガス司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は後の教区の53の地区に居住する。 自治体市長は、ガリシア国民党のホセ・エンリーケ・ソテイロ・ビジュアル。自治体表議員は、ガリシア国民党。10、ガリシア民族主義ブロック。4、ガリシア社会党。3、ACE。3、アッパック。1となっている。カンガスの教区カンガスは5の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。